生理学を理解することで筋力低下を予防することができる。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋トレの質が低下する生理学ということで、生理学の観点から筋力低下を招き、筋トレの質を低下させる原因について深掘りをしていきます。筋力が低下すれば、それに伴って筋トレで扱う強度は下がってしまいますので、本日はこの筋力低下が起こる避けるべき行動をご紹介していきます。日々の筋トレの質を落としたくないっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはいつも通り超基本的なところで、筋力とは何なのか、筋力増強とはどういった基準で起こるのかを分かりやすく簡潔にお伝えをします。何度も解説をしていますが、基礎的な部分が分からないとこれからする話の理解度がかなり落ちてしまいますので、まずは基礎を固めていきましょう。筋力を構成する要素として大きく2つありまして、筋実質の大きさ、そして神経系の強さがあります。筋実質の大きさというのは単純な話で、筋肉が大きくなれば発揮筋力は変わるという理論です。ただしこの筋の大きさというのは筋力に対して 50% から 60% ほどしか関わっていないという研究データがありまして、ある程度筋肉は大きくなってしまうと、それ以降はいくら筋肉を大きくしたとしても筋力への貢献度はなくなってしまうことが明らかになっているんです。2016年に発表されたレビュー論文によれば、筋肥大と筋力に関して分析が行われまして、先ほども言ったように筋肉の大きさと筋力はほぼ関係がないということ、筋肉のサイズが大きくならない時でも筋力は向上するということが明らかになっています。そして筋肉の大きさよりも筋力に貢献している要素として挙げられるのが神経系の要素になります。こちらの図は2003年に発表された著名な論文の図になるんですが、運動を行うときには脳の大脳皮質の運動野という領域から電気的興奮が走り、運動神経と呼ばれるアルファ運動ニューロンを介して筋肉に伝わります。この神経系の興奮を強めることこそが筋力を強くするために必要であり、筋肉を大きくするよりも重要な要素になるんです。このような神経系の興奮による筋力増強の報告というのは1950年代の研究からありまして、代表的な研究に1970年に福永教授が発表した論文があります。実験の方法としては、100日間等尺性トレーニングをすると筋力、筋肥大はどう変化するのかを調査した研究になるんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、最大筋力は 92% 増加したものの、筋の横断面積の増加は 23% にとどまったという結果で、筋トレし始めのだいたい3ヶ月間というのは筋実質の変化ではなく筋力の増強、つまり神経系の不活が優位に起こったという結論が出ています。そしてこの9年後、1979年には森永教授が筋力増強に対しての神経系の不活を筋電図解析で分析するという、今の筋研究の礎になる論文が発表されまして、今なお科学界の常識である12週間ほどの筋力増強には神経系の不活が関与するということを明らかにしています。筋力には神経系の不活が重要という理論は、福永哲夫先生、森永俊夫先生、この2人の日本人の研究者が大きく関わっていまして、今なお普及の理論とされている筋力増強の理論というのが神経系の不活になるんです。少し話がそれましたが、筋力というのは筋肉の大きさだけではなく神経系によって調整されていまして、ただ単純に筋肉が小さくなったからといって筋力は弱くなりませんし、ただ単純に筋肉を大きくしたからといって筋力は強くはならないんです。ではどうなると筋力は弱くなってしまうのでしょうか。ここからは筋力が弱くなってしまう要素というのを生理学の観点を中心に8つご紹介していきます。今日から予防できることばかりですので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではお待たせいたしました。筋力が弱くなってしまう8つの要因です。まず1つ目はコルチゾールの分泌です。コルチゾールは知っている方も多いかと思いますが、別名ストレスホルモンになります。過剰なストレスを受けた時に分泌されるコルチゾールというのは筋力を低下させてしまうんです。2022年最新の研究になるんですが、九州大学から 12,597 例のゲノム分析によって、
コルチゾールが過剰に分泌することで筋力、筋肉量が減少するというデータが出ているんです。これはコルチゾールが血糖値の上昇に関与することが原因だと言われていまして、血糖値の上昇によって WWB1 と KLF15 という2つのタンパク遺伝子が優位に働き、筋分解を促進してしまうということ。またコルチゾールが大量に分泌することによってインスリン抵抗性に異常をきたすことから、筋肉や肝臓がブドウ糖をスムーズに取り込むことができず、筋グリコーゲンが生成できなくなってしまうんです。これによって筋肉を動かすエネルギーが枯渇することから筋力が低下してしまうというわけです。通常コルチゾールは副腎皮質から分泌されるホルモンの一つで、生きていくために必ず必要なホルモンです。ただし過剰なストレスを受けると異常な分泌が始まってしまうため、筋分解を促進してしまうだけじゃなく筋力低下までも引き起こしてしまうんです。コルチゾールの過剰分泌の原因になる最悪の行動の代表例に睡眠不足があります。2020年にビクトリア大学では8時間睡眠と4時間睡眠を比較すると 19% ほど筋タンパク質の合成が下がっていたということで、睡眠不足になると筋肉がつきにくくなってしまうというデータがありますし、2018年のディーキン大学のレビュー論文では過去に行われた睡眠と筋力に関する研究17を分析し、筋タンパク質の合成低下だけではなく筋力も低下することが分かっていまして、特に二関節筋と呼ばれる大きな筋肉ほど睡眠不足による影響を受けやすいことが分かっているんです。これはすべてコルチゾールの過剰分泌による影響になりますので、日々の生活を改める必要があります。睡眠不足を解消するのはもちろんですが、日々のストレスだと思っていることをやめてみたり、頻繁にストレス解消を行っていく必要があるんです。コルチゾールの分泌量を下げるおすすめの方法にカフェインの摂取があります。だいたい 150mg 摂取することによってコルチゾールの分泌量がかなり下がりますので、特に朝トレーニングをしている方にはおすすめです。どうしても寝起きというのはコルチゾールの分泌量が上がってしまいますので、カフェインを適量摂取することによって筋力を正常な状態に保ったままトレーニングを行うことができます。筋力が弱くなってしまう要因、まず一つ目はコルチゾールの分泌量が上がることでした。それでは次、二つ目です。筋力が弱くなってしまう要因、次、二つ目は ATP の合成不足です。ATP というのはアデノシン三リン酸のことで、体を動かすためのエネルギー通貨と呼ばれています。主に筋肉や肝臓に貯蔵されているグリコーゲンによって ATP が生成されたり、筋肉に多く含まれているクレアチンによって ATP が生成されますので、このグリコーゲン、クレアチンの不足によって筋力低下というのは起こってしまうんです。単純に言ってしまえば、グリコーゲンは糖質の摂取によって筋肉や肝臓に蓄えることができますので、筋力トレーニングの前、また筋力トレーニング中に糖質を摂取することによって筋力低下を予防することができます。サプリメントで言えばマルトデキストリンの摂取でグリコーゲンを作り出すことができますので、筋力低下を予防することができるんです。クレアチンも生肉に多く含まれている成分ですので、食品で摂取するのは困難であるため、サプリメントで補給することをお勧めします。そしてこれに関連して電解質の不足によって筋力低下というのは起こりやすくなります。電解質の不足、これが筋力が低下する要因3つ目になります。筋肉というのは先ほど解説したエネルギー通貨である ATP ももちろん重要なんですが、電解質と言われるカリウム、カルシウム、ナトリウムも筋肉を収縮させる上ではなくてはならない存在になります。特に筋肉の収縮にはカルシウムイオンの働きがとても重要になりますので、カルシウムというのは筋肉を働かせる上ではなくてはならない電解質です。カリウムは筋収縮のための血流量を増やすために欠かせない栄養素ですし、ナトリウムも神経伝達や筋収縮を起こすために重要な役割を持っていますので、電解質が汗なんかで不足してしまうことで筋力低下の原因になってしまうんです。特に汗によって体の電解質は不足しやすいので、トレーニング中は糖質の補給だけではなく電解質の補給も欠かすことはできません。糖質の補給プラス電解質の補給でおすすめの飲み物としてはポカリスエットです。飲む点滴と呼ばれるポカリスエットは他のスポーツドリンクと比較し
電解質の量が圧倒的に多いので、トレーニング中の水分補給方法としてはぴったりになります。ペットボトルで買うと結構な値段がしますが、粉タイプのポカリスエットは比較的安く購入することができますので、私も使っていておすすめの粉タイプのポカリスエットは概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。筋力低下が起こる要因3つ目は電解質の不足でした。筋力が低下する要因4つ目は必須アミノ酸の不足です。これは必須アミノ酸の一つであるフェニルアナニンがアドレナリンの生成に関与しているため、血管拡張作用を持つアドレナリンの生成不足によって筋力低下が起こってしまうんです。特に朝起きてすぐにトレーニングをする方で、空腹状態のまま行うとフェニルアナニンが不足し、アドレナリンの分泌量が減って筋力低下を招いてしまうんです。特に減量末期にある方で、夕食をほとんど摂取していない方は注意が必要です。対応策としては、消化吸収時間が圧倒的に早い EAA の摂取です。EAA でフェニルアナニンを補給することによって、筋力低下を予防することができますので、減量末期の方は参考にしてみてください。減量していない方は、以前にも解説をしていますが、朝の EAA は特に必要ありませんので、注意をするようにしましょう。筋力が低下する要因、5つ目はカロリー制限です。2022年にミュンヘン工科大学からエネルギー欠乏と女子脂肪体重、筋力の関係性に関してメタ分析が発表されまして、560の研究から信頼性が高い52の研究で分析が行われ、1日のカロリー摂取量を500キロカロリー制限することによって筋肥大を妨げ筋力低下が起こりやすくなるというデータが出ています。つまりカロリー摂取量をただ単純に制限してしまうことは筋分解を招いてしまう最悪の行動というわけです。じゃあどのくらいのカロリーを摂取すればいいのかなんですけれども、以前放送したカロリー摂取量と筋萎縮の関係という放送でお伝えをした通り、まずは基礎代謝量を計算して、そこに活動係数を掛け合わせて、そこから摂取カロリー量を導き出すという計算方法があります。やってみると簡単なんですが、なかなかこの計算をするのが億劫だと思う方もいらっしゃるかと思いますので、もっと簡単に筋肉量を維持しながら体重を減少させるためのカロリー量というのを計算する方法があります。それが2014年に国際スポーツ学会誌に掲載された計算式です。自分のポンド表記の体重に13をかけるだけというものです。ここで導き出された数値を継続すると1週間で 0.5kg ずつ減量することができます。筋肉量を維持しながら体重を減少させる目安として、1週間に体重の 0.5-1% の減少率にとどめることが重要ですので、まずはこの計算式でカロリー量を導き出して、これを継続してもらって、あとは自分の体重を毎日測りながら微調整をしてみてください。重要なのは1日に500キロカロリー以上の制限をしないことですので、この部分は注意をするようにしましょう。論文で解決チャンネル。ここからはより実践的な内容に移っていきます。筋力低下が起こる要因6つ目はコンカレントトレーニングの実践です。コンカレントトレーニングって何って思う方もいるかと思いますが、コンカレントというのは同時という意味です。つまりコンカレントトレーニングとは、持久力トレーニングと筋力トレーニングを同じ日に同時に行うトレーニング方法になります。2022年にドイツ体育大学で行われたメタ分析で、コンカレントトレーニングによって最大発揮筋力の増加率が低下するということで、その時の筋力が低下するわけではありませんが、持久力トレーニングと筋力トレーニングを同じ日に行うトレーニングメニューというのは筋力増強には適していないことが分かっているんです。筋力トレーニングでの筋力増強効果を持久力トレーニングは阻害してしまいますので、同じ日に行うのは避けるようにしましょう。次、筋力低下が起こる要因7つ目はストレッチです。これは様々な研究で言われていることですが、ストレッチというのは怪我の予防にはならないどころか、60秒以上の静的ストレッチングを行うことによって筋力が低下し、筋タンパク合成率も低下することが分かっているんです。なおかつ2005年のルイジアナ州立大学の研究では、ストレッチングが筋トレ時の運動回数を 24% 減少させてしまうことが分かっていまして、
筋力だけでなく筋持久力までも低下させてしまうんです。怪我予防にはストレッチではなくウォームアップ、トレーニング後のケアにはマッサージの方が有効ですので、筋力が低下するストレッチは避けるようにしましょう。そして最後、筋力が低下する要因8つ目は筋肉痛です。2016年にサンパウロ体育大学から、筋肉痛になることによって最低48時間の間は筋力が 20% ほど低下することが分かっています。以前放送した筋肉痛で筋トレはしていいのかっていう動画で解説をしましたが、筋肉痛というのは筋周囲の軟部組織の損傷から起こるものですので、筋肉痛になったからといって筋肥大がより進むっていうものではありません。なので筋肉痛になるから目標とする筋肉に効いているではなくて、筋肉痛は関節周囲の負担が原因で起こってしまうものですので、筋肉痛になることによって筋力が下がり筋力トレーニングの質が低下してしまいますので、できるだけ筋肉痛が起こらないように正しいフォームでトレーニングを行うようにしましょう。以上が筋力が低下する8つの要因でした。コルチゾールの分泌、ATP の合成不足、電解質の不足、ヒスタミノ酸の不足、カロリー制限、コンカレントトレーニングの実施、ストレッチ、筋肉痛。これら8つの要因で筋力が低下する場合がほとんどですので、気をつけるようにしましょう。筋トレの強度を落とすことは筋肥大の妨げになりますので、注意するようにしてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。